昨日ですけど、ロンドン市長主催のレセプションがありましたね。そこでやっぱりロンドンと東京の、ね、関係をもっと良くしていかなければいけないということを含めて、2020年のオリンピックに協力してくれと、こういうことをお願いしました。ロンドン市長に。東日本大震災が今1年半ですよ。いろんなね、デマとか風評とか飛んでますよ。そういうものをやっぱり直接東京に来てみてもらったり、それから実際に復興する姿を見せていくプレゼンテーションがオリンピックだと思いますね。ロンドンと同じコンパクトなオリンピックで、なおかつ神宮の国立競技場を改修するということで、ね、新しく作るんじゃないですか。あとはほとんど既存の施設を使います。そういうところもある種の伝統の力とか文化の力とか、ね、重みとかそういうものをコンパクトに